せーの。What's up, amazing people? This is Yassasa Radio by Akane Minami.In this radio, we are going to talk about random topics in Okinawan、ok、Japanese and English.Hai tai.Hai tai.Gusu yo chuganabira Yassasa Radio no Akane to Minami Yaibin.Uno Radio de Gusu yonka Yaygo to Uchina Gutsani.Ippey umusaruhanashi.Thuzukiyan ditch umutoi bing. 今日のエピソードは

let us introduce a little bit about the movie. the facts in okinawa as of 2021, according to research done by the okinawa prefectural government, the rate of single parents' mother in okinawa is double the national, national average and it's said to be the worst nationwide. birth rates among the younger population of okinawa have also been high, with the teen pregnancy and Underage, underage birth rate at an astonishing 2.6 times higher than the national average. the unemployment rate is that prefecture is also the lowest nationwide. consultations regarding domestic violence in okinawa have also recently been at a record high with an average at double of the rest of the country.

さらに若年生19歳以下の出産率でも全国1位となっているように球場は若年層に及んでいる「遠いところは」はそんな沖縄市のコザを舞台に幼い息子と夫との3人暮らしをする17歳の葵が社会の過酷な現実に直面する姿を描き全編沖縄ロケにこだわって撮影された「遠いところ」で描かれているのは沖縄における局地的な社会問題などではない。 日本中のどここででも今まさに起こっている事象である。事象あ愛する人からの暴力は地獄のような現状から必死で逃げる道を間違えてしまうのは全て自己責任なのだろうか社会の理不尽と不条理を突きつけられ悲惨な思いを抱えて絶望しながらももがく葵の姿には自らの選択肢が正しいかどうかの想像力を持てない少女たちがいることを思い知らされる主人公葵の間違ってしまった。 それでも必死に生き続けた日々の体験を通して生まれ落ちた環境が人生を決めるすべてであっていいのだろうかと今一度問いかける衝撃作がこの夏誕生したとのこと素晴らしい作品でしたイチ <laughs> <laughs> さ、うん、見終わった瞬間のアねえだはあ、はあ、つらいみたいなかつゆ ually when I watch movie I wanna watch With somebody else because I want to talk and share. Yeah, my during the movie. <laughs> yeah, mm. I know it's annoying, but uh, but the last night I was I was watching the movie alone mm. in the at the seat, so I was like oh, I need to say something. Demo. Mm -hmm. It was too much for me <laughs> mm. for like hours. So yeah, it was shocking. Mm. It was, but it's like no fake. I mean, <Yeah. S 1> it's、like、usually happen、うん、in Okinawa,、ok、and I know I have some friends probably who experienced these things.17 なんか17歳とか16歳で出産した友達とかもいるし、うん、キャバクラで働いてる友達もいるし、うん、DV あそこまで受けた人は見たことないけど、そういう人もいたし、うん、なんか普通に。 なんかちょっとその人を思い出すような感じのシーンとかもあってうんなんか普通なんだけどデイジー全部何か「It was the worst case of the like, poverty situation」いやそうなんかすごかった確かになんか The worst case を全て詰め込んだ青いの、うん、人生みたいな、うん なんかでも見てから誰かと話さないとモヤモヤするような映画、うん、っていうかあの沖縄が舞台だからかもしれないもしかしたら外国人が見たらほうほうってなる、うん、南も外国の人の貧困を描かれたら、うん、ほうほうってなる、うん、けど舞台が。 普通に「あここか」とか、うん、しょっちゅう行ってるところさ「うん、上間天ぷら」とか「南の上ビーチ」とか「<laughs> 松山のあの通り」とか普通に日常的に通るしデージなんかイメージーメが湧く、うん、しかも自分たちがそこにいる時って別に楽しい時間じゃない、うん、繁華街だから、うん、そうそうそうけどなんかそれだけじゃなくてそこに働きに行ってるうん しかも別になんか make な l i v i で g いや。でも中学生でキャバクラ普通だよねっていうのは知らんかった。それは地域とかにもよるのかもね,そ,うだねそのコミュニティっていうか、うん、それが普通なとこもあるし、うん、なんか なんか南なんかこれ別にリアルだなって言えるけどさ、うんうん、南なんかのリアルではないさそうだねなんか自分たちは験えてるわけだけどなんとなくいろんな知り合いとかさこういう経験してそうな人を思う、うん、を通して思い浮かべてリアルだなって思ったのはその,そのキャバクラさんのは普通だよ 暴力めっちゃボコボコにされたとさ、うん、次の日にさ、うん、ちょっとネタバレになるんですけどこの友達が家に来るじゃん、うん、その時に普通に笑ってた,、うん、笑ってたよねあれもびっくりしたでもそこ映画として描くのはめっちゃいいと思ったこの、うん「<っ>青い」みたいな感じではなくて <laughs> あれ普通にそうなんだと思う反応があそうだなやられたんだね昨日。 セルフィーみたいなうん <laughs> で彼氏の方もなんか「どうだった大丈夫か?」みたいなで日常に戻るみたいなこのループ感がなんか妙絶妙にリアルだった、うん、もうずっと死にイライラするこの男って思ってたからあ彼氏そうだけど後からもっとイライラする人たちが出てきたうんでもなんかこれ こう「いを主役にしているけど、うん、この女の子ね若くてシングルマザーになった、うん、シングルじゃないか母親になった女の子が中心だけどそのザ・沖縄男みたいな彼氏働かない DV 男みたいなその子の実家の親とかも暴力で、うんうん、その子その彼氏自体も そう,そういう子供として育ってきて、うん、っていうこの連鎖感が、うん、分,か分かったからなんかこう何「やば男最低みたいなそういうことではなくてもう全部のも全員の、うん、問題だからいろんな角度があったのはなんか変に語弊がなくて良、うん、さそう、うん、しかもああいう人は当にいるよね どういうい人うんなんか連絡つながらなくなったけど普通に飲んでるとか <laughs> 男ね、うん、女もいるかうん。But we tend to have women's perspective.But、mm hmm. if I'm a man, probably he thinks like なんか自分,自分のせいでこんななってないしみたいなどうすればいいか俺みたいな。うん っていうう視点にもなりそうで女は簡単に稼げるしとかも思いそうなんか別にあの彼氏役は青いっていう主人公の男版なんだと思うよ。同じ境遇になったら、mm hmm. 男だったらあれが worst version、mm hmm. like yeah become violence and get drunk doesn't work、mm hmm. が何かメンバメンバージョン、mm hmm.

なんか何をすればよかったんだみたいなあ,<ー> <laughs> あの時何をすればよかったんだみたいなのをめっちゃ考えてしまってこの小さな頭で、うん、で,でいろんな人にインスタでどうすればいいのみたいなもう仕事とかやってる場合じゃないんじゃんみたいな感じの気持ちにまでなってしまって、うん、<laughs> なんかそれはもうここの問題ではなくもう構造がこうなってしまってるから。 なんか誰のせいでもないけどっていう感じになったこのう渦の中にいる当事者じゃないから南ななんかは、うん、自分たちは何をすればいいんだっていう逆の変な思考のループに入るよね、うんうん、でもこういう映画は逆にそ何 そもそもこの映画を見てる余裕とかないと思うううんと思うし見たら正直あれは希望を描ける内容ではないうんからただただこのそうじゃない人たちに現実を突きつけて見せて、うん、ショック受けてそこから考えさせていくしかないのかでもなんかお前に何が分かるかって本当に思いそうああその当人たちの目線でうん まあそれは思っていいんじゃないだって本人たちはお前の家は金持ちだろうとかさ、うん、なんかお前なんかあかねも私立の学校行ってたから金持ち学校みたいなとかってなんか言われたこともあるし、うん、マーメイでしょみたいな親もいるしみたいなそう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 っていうなんか感覚なのかなって思うでもその立場からしたらそうじゃんうん ごももっっともですって感じ <laughs> <laughs> えこれって別に今その貧困層の問題の話してるから、うん、お前関係ないじゃんって言われるかもしれないけど別に人の幸せって、ね、お金があってご両親がいる方でもさ、うん、幸せそうじゃない人って本当にいっぱいいるから、うん、で別にシングルマームでも明るい人が逆に南の周り多かったから別にそこだけで決められんさ。こうでだし別に It doesn't mean like we don't have a right to say something toward this problem. Mm -hmm. If we have access to, you know, this podcast or connection to somebody has mm -hmm. the power to, mm -hmm. you know, change the system, mm -hmm. then we should say something. Yeah. どんな問題に対しても別に意見するのは自由そうだん、ね、だあと話変わるけどさ「青、はい」ってめっちゃガー重だったよどこらへんが胸ぐらつかんだりとかなんでやるばお前って思った死に気強いこういう子いるいるよね、うん、だから殴られるんだよお前みたいなうん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  <laughs> 私警察のさになんか言われてるときもさうるさい黙れ こういう中学の友達いたもんちょっとヤンキーでしょうんそして先生にボコボコにされてたうん、うん、それ見て南は泣いてたけどね <laughs> もうお願いだから反抗するのやめてって思ったけど、うん、し死ねしねみたいなことずっと言ってて、うん、ボコボコにされてやったんだけどうん、うん、見て関係ないかでもいるよねいるよね <laughs> 本 <当に S 2> いるから何だって感じだけどやっぱりなんだ、うん、いるなって思っただけねでもだから殴られるのかなとも思った離婚すればいいのにとか結婚してんかったさあそうなのしてないでしょでもなんか奥さんがなんか,なんか何示談金払うみたいな話してたさあそっか結婚してたのか、うん、リーガリーだったと思う でもなんかで読んだけどこの暴力の連鎖の中にいると孤独を感じて、うん、若く不出産するのも寂しさもあるし、うん、っていうのがあったからミヤミーみたいに何かパッとの思いつきでなんでそもそも産んだの、うん、金もないのに子供なのにって思うけどうそういう考えになれないわけじゃん。 で普通に考えてうまほうがよかったんじゃんみたいなこといくらでも言えるけどさ手術費もないし言えないし人にそうそう,そ,うそしたらお腹大きくなってたみたいな感じ、うん、なるほどだからなんかどこを起点にどうすればよかったかみたいなのって正直ないもう親じゃん親大人じゃん大人が変わらんと無理じゃん子供が何もできないじゃん 今南なんかの世代で言えるんだったら大人が変わらんと、うん、って思うけどその今クズみたいな大人がいる中でその人たちがクズというよりかはその人たちの親、うん、そのまた親も, <laughs> もうこう原因を全部作ってきたわけじゃん。うんうん、で南なんかが今学校も行けてさ仕事の選択肢があって場所も選べるっていうのは。 自分たちの親とその親とその親たちの連鎖の、うん、あの何おかげ基盤を作っていただいたからそうだ、ね、で別に個人の成果じゃないと思うわけうんうん本当にそう思ううんそれを気づくだけでも一歩かなとは思う、うん、このコメントとかいろいろ見てると、うん、こういう子たちに対してうん なんでもっと頑張れないとか、うん、自分の自業自得だろうみたいなことを思ってる人もいるのかなって、うん、まあネットにコメントする人たちなんて大衆か分かんないけどね、うん、って思ったらいやいやそれはもうなんていうのそうやって考えられる余裕っていうのは、うん、経済的な余裕と。うん ご飯があることとかそこで育ってきたから、うん、今そうやって意見を持てる、うん、境遇にいるだけで、うん、生まれた時はそこにいる人たちが途中でさ一発復帰してなんかやってやるぞみたいなやる気って普通に出ないと思ううんそうだね生きるのに精一杯、うん、<私>考えられないよこれしかやることできることないってなってたもんね でもあかねがあの立場だったらもう死にたいって思いそう思ってたもんね最後ねうんは、うん、で追い詰められてるよねもう完全に、うん、だって実の親ですら見放してたじゃんうんめっちゃ意地悪だったね <laughs>、うん、<laughs> 親にさなんか「水商売やれ」って言われたらめっちゃショックだけどでも言ってる なんかそのあとさめっちゃ調べたわけさ、うん、でも親がわざわざキャバクラに面接とか受けにさせに行く人もいるんだって中学生ぐらいからうん、うん、家計が苦しいからねうん、うん、稼いでこうみたいな、うん、だからキャバクラじゃなかったらアイスクリーンさせられるとかはははいはい、はいで大学に頑張って勉強しても奨学金返さないといけなくて内地に行っても家に仕送りしないといけなくて、うん、ずっと負の連鎖みたいな。はははいはい、はい で沖縄はこの低賃金に慣れているから、うん、県内から出られない人はこれが当たり前と思って生活していくみたいな手取り十何万みたいなでも県外に行ったらあの相場が変わってくるじゃん、うん、でそこで気づきがあってみたいな、うん、でもその県外に行くっていうのもハードルが高いしうんそうだね軍資金がいるもんね軍資金もいるし行く暇も ないだろうし、うん、っていうデイジー考えてしまった一人でうんだからどこどこ結局どこも規定にできないよね、うん、この時点でどうにかしていればっていうのがない <laughs>、うん、デイジー落ち込んだ一応 <laughs> <laughs> 社会のフフフ なんか理不尽さを突きつけられてどうしようってなるよねうんあんな若いのにって思ったうん17歳の時さ自分とかさ普通に恋愛楽しめみたいなうんお金のこととか考えないでみたいな、うん、普通に高校生だったから部活してみたいなで、うん、イジあせな人だったんだなって思ったうん <laughs> 自分の悩みに精一杯だもん <laughs> そうそうそうそれなのに赤子を育てるなんて子供が子供を育てるみたいなデジすごいしかも最後キャバじゃなくてうん遠行してからねうん友達も一緒に病むみたいなだからよな <laughs> どうしようって感じ方言上手だったよねうん めっちゃ上手だ上手っていうかすごい素晴らしいあの演技力なんか監督みたいな言い方してるけどめっ <laughs> <でも S 1> ちゃ何中から見ても,もうやっぱり沖縄の人って沖縄を舞台にした映画とか同じの人に演じられるとものすごくデリケートに反応しちゃうからインクルディンマイス l フアクセントが違うとかねでもさュラさんやってた時みたいなさ「ニーニー」「あっそれなだそうそうか」<うん笑>みたいななんかこうわざとらしいやつじゃなくてうん わかるチューブにいる、うん、ちょっと可愛く喋るけど、うん、めっちゃそこもそこもめっちゃねすごい忠実だった、ね、なんかニリーとか、うん、チューブだったよね、うん、そうだねうんな南部ではない感じがしたよ、うん、めっちゃわかるそこもめっちゃ見ながらすごいいいと思ったうん でもやっぱりこうやって、ね、大体監督もキャストも内地の人だったけど、うん、こう力がある人とか影響力がある人がこうやってこう普段日の光が当たらない環境みたいなのを出してくれるのはめっちゃありがたい本当にそう思うなん,か、うん、なんか内地のさ、うん、企業とかがさお金稼ぎに来てさ 何かドンってやるっていうよりかは、まあ、そういう能力のある人たちが沖縄をにこうスポットライトを当てて良くしていこうみたいなのがめっちゃ良かったです。うん、でもさ内地企業が来るのもさ結局雇用を生んでけ経済回してるんだったらやっぱり必要なんだよ。 かじゃみミみミとあかねで言ったら正直この青いの人生には全くリリースできない、うん、とてても普通に育っっしまったから、うん、だからそれに対して何なんか直接的に何かをしようって思うのは結構ハードルが高かったりするんだけど、うん、じゃあ今ちゃんと仕事をして、うん、なんかデイジョブで好きなことをして、うん、できてるんだったらやっぱりあのお金を稼いで。うん 沖縄のの経済自立にほんのちょっとでも貢献していくしかなないのかっって思ったう,ん、そうだね。結局じゃこのシングルマザーの問題なんとかの問題っていろいろ考えたらやっぱ結局行政がちゃんとしろよってなんかシステムで解決するよって思うけど、うん、じゃそのシステムは誰が作っているかというと政治家であって、うん、じゃ政治家ファッキューみたいなことじゃなくて政治家選んだのは我々。うん でしかないじゃん、うん、結局自分のことも問題じゃあ選挙に行きましょうもそうだしじゃあ誰が国を動かしてるかって政治家というよりは有料企業、うん、結局ビジネスを動かしてる人がこうシステムに手をかけやすいから、うん、と考えたら金を稼ぐこと。うん 金を稼いでる人にこの映画見てほしいねじゃあどの階層の目線から話すかで違うけど、うん、アカより下の人からしたら赤カは見てくれたわけじゃんだからそれはいいじゃない、うん、金持ちで上には上がいるからさ、うん、だからいくら稼いでたらいいとかいう話じゃないけど、うん、沖縄が経済的に自立するためには自分自身が自立すること、うん、だからそうだねあの でも働かんさみんなわかる <laughs> 男働かんさか全男のこと言ってるんじゃないけど、うん、働かない男が多いから、うん、どうするこれはなんメンタルの問題あ働かないメンタリティってこと。とそういうグループ化されていくってこと まあ働かなくても生きていけるし子供も家族が育ててくれるし、うん、なんか働かない方がヤーマンって感じだから、うん、<laughs> それはそれでなんか調子いいみたいな感じでもあるよね、うん、そうだねそうなんですよね、うん、女の人がじじゃあ働くばみたいな感じだから女の人が男性と同じぐらい普通に働ける うん、世の中になりつつあるけど、うん、もっとそれをが押されて、うん、で一人親になった場合でもちゃんとお金の援助が受けられるようになる、うんうん、全部大事じゃん男も働けって思うしそうだ、ね、あとなんか女の,あの青い意味って思ったけど女の人も頼り方がわからない人もいるなみたいなうん なんか結構強気だったさずっと、うん、友達にも言わないし、うん、おばあも一応あんなして言ってきたけどもうこんなこと言わないでお願いだから子供見てちょうだいみたいなうんうんって言えたよ、ね、言えたさあの時あの、まあ、精神状態によるけどな、うん、言えないんだよね、うん、だからあとはその児童,児童養護施設みたいな女の人たちにも、うん はもう本当に辛い無理いみたいなうんで言えたさ言わないけどみたいな <laughs> 人に頼れるメンタリティもうあれなのかなあの余裕うん、うん、暮らしの余裕とリンクしてるんだったら、うん、言えないんだはずね言っても助けてくれないだろうみたいな感じ助けてくれないだろうっていうかその言ったらどうなるって そそその先をそもそも考えてないあ<ー>今しかないから今金が欲しい、うん、今嫌なこと言われるんだったら今寝たいとかうん、うん、ごめんやってるか分からんけど、うん、とにかく今この瞬間で精一杯だから、うん、養護施設が何してくれるかもわからんさただ子供を取った誰かでしかないじゃんそうだね敵さ、うん、なんか だからこういうい社会にいっぱいサポートシステムがあったとしても、うん、そこにそもそもリーチできない、うん、知らない、うん、誰もあっせんもしてくれない、うん、でだからそれこそまたループなんちゃう,もう,うん,なんか子供居場所活動してるさあかが、うん、で子供居場所活動なんかやってるけどもっ,となんかもっと根本からやらないと 解決できないんじゃないかみたいな考えになってしまって、うん、昨日でいろいろ相談したけどでもそれは一人一人何人かの力でやるのは結構無理さうん、うん、国とかの問題だから、うん、だからもうやっぱできることをやってできる限りで動くしかないんだなみたいな、うん、チャタンの子ども居場所活動だからまずはチャタンにフォーカス そこから県に広げていくってかそれをみんながやれば、うん、沖縄県が一体になってるはずなんだけど、うん、でも子ども居場所活動って全国でも沖縄が1位だわけうん、うん、でも全然貧困だしシングルマザーも多いし困ってる親子も結構いるという現状、うん、でそれを知らない人も多いんだけどだからもうちょっとその動く人たちも うん、動く人たちでさえも人材と資金が足りてないんだけど、うん、なんかどうすればいいんだろうってなった答えはないんですがわかるよ <laughs> もう問題が壮大すぎて、うん、結論は出ないよねだからね、うん、でもなんかん戦争が起きて日本が負けたし、うん、沖縄は特別な措置がされた。 からから始まっている、うん、ってていいるるう意見もあるじゃん,うん、うん、それはどうもう,うん一理あるんじゃない日本になっちゃってこう自分たちを支えてた産業みたいなももさ一回なくなったようなもんじゃんそれで観光立憲だった、うん、にしようっていうお金が注がれて、うん、まあだから内地の手助けがあっての、うん、今ろうじて自立。うんうんうん みたいな感じだからこう受け身だよね基本的に考えがうん、うん。いつも被害者であって、うん、いつも何かをされてる受け身側っていう、うん、気持ちが県民性に見えなくもないし、うん、なんかだけど変にプライド高い沖縄人として、うん、みたいなちぐはぐじゃない <laughs>、うん、でもだから起点をその明治維新とか、うん。 いやその名人誌じゃないか GHQ が入ってきた時とか、うん、日本が戦争に負けた時ってすることもできるけど、うん、その前とか <laughs> まず沖縄は日本じゃなかったわけじゃん、うん、もしく琉球王国で貿易でそのまま栄えてて、うん、中国になったら全部変わってたかもしれないし、うん、だからなんか別にこの今の貧困の現状が全て日本がアメリカに負けたからっていうのも。 一番考えやすいけど、うん、全てではないよね全て先祖代々の結果じゃないかって思うそうだねだからそれ考えだすら切りない本当に <laughs> いや切りないとこまで考え出すと意味ないから、うん、確かに戦争で日本が負けたことをスタートとして考えたら、うん、あ,あ、それはこうなるかもね とはなるよねただ理解しやすいというだけ今の問題がなんでこうなってしまったかみたいな何でも県民割りしてほしいねだから受け身さた考えが <laughs> だ,けんだから何家賃とか <laughs> だかこの何かしてほしい何か割り引いて安くしてただにしてなぜなら貧乏だから、うん、っていうメンタリティーがもう自立してないからうんごめんあの そうだインクルーディンマイ・セルフね全部、うん、ジャッジしたいわけじゃなくてうん、うん、このその受け身視点じゃない、うん、自分で何かしてやる何か成し遂げてやるっていう人口をどんどん増やすの、うん、ようにしないとうん、うん、それ増やすようにするには充実した教育で、うん で親がいいよ A 高校に行ってもいいし B 高校に行ってもいいし働かなくてもいいですっていう愛を持って選択肢を与えられる余裕がある親もう全部作んないといけないから、うん、結局教育に対してもっとお金を注ぐしかないと思うんだけど、うん、また言うけどお金がないから <laughs> <laughs> まだ内地にお金くださいって言ってまた思考が受け身になるじゃん。うん あのケアされてる低ケアされてる都道府県、うん、みたいなじゃリゾート結局そこもループだばいでリゾートホテルばっかり建てないで教育にお金を注ぐってことそうだから元になるお金ってやっぱりその観光で稼ぐ金も重要じゃん結局またループの話になるんだけどリゾートホテル建てるのはいいよじゃあ CEO とか重役に沖縄県出身の人がどんだけ入れるかっていう問題になるから、うん、そ,れそういう人材を作るにはどうしたらいいかっていうとやっぱりお金教育にお金がかかってないといけないわけじゃんで結局金だわけよ、うんあの。沖縄愛はいっぱいあるよもう大丈夫。なんか世界中に愛を叫べるぐらい愛にあふれてるから、うん、そこはもうなんかみんな誇りに思っていい気がする。うん けど、愛以外はお金で買えると思うわけさ、うん、なんかもう最近金のことについて考えすぎて <laughs> 沖縄さめっちゃ個人的な話だけど沖縄帰ってきたじゃん2年前ぐらいにうん、うん、で自分はすごいこう1人でいくら稼げるかみたいなゲームを回して楽しんでたわけですよ、うん、で沖縄帰ってきて内地以上の平均所得があって1人で 1>、うん、余裕しゃくしゃくの暮らしです、うん 一人でで <laughs> 最高です <laughs> ってなった時に、うん、この沖縄でこのお金にならないけど心が満たされる活動がいっぱいあるじゃない今のポッドキャストだってそうなんだけど、うん、こうやってなんかもうお金じゃなくてもっとこういうことだよねみたいな、うん、人と関わる、うん、それが人間として大事だよねって思いました。うん、で そういう生き方をしてました。うん、で、淡々と働いてたら、<laughs> なんかもっと金があったらできることってあるんじゃないかっていう思考にまた戻ったわけ。うんうん、うん、でも金だけ <laughs> バランスを追い求めて,て、<laughs> <laughs> そしたらこの沖縄にある素晴らしい愛はどうやってそうバランス取るんだっていろいろ考えて、いろ、うん、んな映画とかドラマも見たし、そういう テーマ別のね、うん、やつを見てるとやっぱりまだ資本主義なので、うん、この前よすみさんゲストに呼んでさ資本主義にとらわれるんじゃなくて利用するんだみたいな話あったけどうん、うん、本当にそうでこう今の資本主義は終わりだ資本主義のシステムに組み込まれてるから自分が稼げない立場にいるとかって嘆くのはもう本当勝手なんだけど。うん そんんなことしてたら金稼げんさ、うん、結局もう腹くくって金を稼ぎに行くのが、うん、こう自分も含めて周りも助けられる子なのかなって最近思ったんですよ。例えば役割を分けていても「あかねはチャーシビーでめっちゃ頑張りたいから、うん、その活動してる間にじゃあみなみなが頑張って例えば1億稼いでくる」みたいな。<laughs> あの家庭の話ですよ。うん、で、よし金ができたら、うん、その金をチャーシビリに全部あげて、うん、なんかする、うん、とかもできるじゃん。うんうん、だからこう I.R. 活動しているのと、うん、金をバンバン稼ぎにいってる人たちのコネクションが大事なんだと思う。死に思ったそれ。うん、だからだから赤ねたち言ったら投資家とつながることとか。うん、要はもう金をめちゃくちゃ持ってる人とちゃんと関わりを持つ。うん、そうだね。 みんなさやっぱ役割があるから、うん、だから保管し合えばいいだけだと思うよそうだねなんかこういうさ「貧困に興味あります何かやりたいです」みたいな DM とかが来たわけようん<で>映画の話してからそうでちょくちょくなんかそういうのが来たりしてなんかやっぱ「本当に貧困を解決したいんだったらお金を寄付してほしいんですけど」って感じだわけだ,、ね、だってあなたが来て何かできるわけじゃないし っって思たりするんだけどでもなんかそういう中でお金でお金をただ寄付したいんだけではないんですみたいな意見もあったりして何かやってくれるのありがたいけどうんなんか自分の PR のためっていう人もいるかもしれないんですけどなんかそれもいろいろ考えたでもやってる人は本当にコツコツ地道に地味な作業をめっちゃやって。 本当に仕事ができないぐらいの時間を割いてやってるでもそのパッションがあるからやってる人とかもいるけどなんかやっぱ社会はお金で回ってしまってるからら <'s> も仕事やめてこういうので全力でやりたいけどそしたら自分が生活できなくなるから仕事してる って感じめっちゃわかる <laughs> <laughs> なんで南のこの普段の活動で <うん S 1> あの時給50万じゃないのとかよく思うもんね <laughs> でも普通に冷静に考えたらその価値ねえもんなって思うから、うん、どうだってそれがあったら自分も活動金にならない、うん、愛ある活動ができて、うん、かつ金を注げるじゃないかって思うけど、うん、だからやっぱり。 お金の勉強も大事ですねじゃあお金があってやりたいけどやる時間がない人とつながればいいってことかお金があってそれをどうやってそれを社会のために何か使いたいって思ってる余裕がある人とつながるのはいいと思ううん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 まあでもじ、ね、自分の欲のためだけに使うのもその人の自由だからさそうだねただこの目的 まあ難しいですねこういう利害関係の話は、うん、このだってお金だってさじゃあ100億ありますよそれをねに渡すか誰かに渡すかで使い道で全然違うからさそうだからその使い道限て思ったんだよね何使い道<何>か助成金とかさ、うん、こういう給付金みたいなのがあったりするじゃんでそれを使い方がわからないっていう 若者たち、まあ、大人もだけどいるはずじゃんそこまで教えてあげた方がちゃんとした使い道になるんじゃないかっていううんそう思うね難しいよねだから、うん、よく日本はさお金はいお小遣い10万円ます,すぐやるけどさ、うん、それまとめて何かに使えたんじゃないのってよく思うからうんうんうん 嬉ししいけどねねもらうう側としてはそうだ、ね、なんか雨をもらうみたいなさだけど長い目で何の解決にもなってなかったですみたいな、うん、だ,かだから問題はいろいろよねただ教育を充実させればいいって問題もあるけどお金を投資として捉えて使える人口ってどれぐらいよって言ったら1割もいないなと思うわけ、うん、だって南ですら個人事業始めても4年くらいになるけどさ、うん、あの 自分の欲しいもののために使っちゃう時もあって、うん、でそれ確定申告でいろいろ振り返った時に死にアホみたいな使い方してると思って <laughs>、うん、無,理無理くり経費落とすけどなんでこんなに絶金払う,ってうんといけばぐらいうん、うん、なんか損した気分っていうかさうん、うん、だからお金の知識ないんだなって思うし、うん、う人と比べたら平均以上あるかもしれないけど、うんうん、もっといい使い方が 世の中にはあるんだって思ったら、うん、なんかやっぱいろいろ勉強して、うん、かつ金を稼がなくては、うん、そうだな結局金金言ってるけど <laughs> やっぱうちのうちは金を稼ぎに行った方がいいと思う、うん、この「青い」みたいな境遇じゃなくて、うん、ちゃんと教育を受け,まし受けてきました親もいますサポートもあります、うん、っていう余裕がある人は。 うじじうしてないで金を稼ぐ、うんもうそうするしかない、うん、あと選挙に行くしかないうんそうだねもうそれしか思い浮かばんあと相談した方がいいんじゃない相談してほしい、ね、でも相談するあの頭の余白はない気もする なんかこのお金のバランスと気持ちの安定感のバランスとうんこれ別に金持ちもそうじゃんそれが必要じゃんうんなんなかそのバランスの勉強をしたいと思いました自分もね生きながらバランスをとっていく、うん、そう絶対どっちかに偏りたいじゃんみんなその方が楽だからうんそしたら崩れるじゃんうんって思ったうん なんか難しいねしいなんかミミ今この「金金」言った言いましたけど <laughs> やっぱ沖縄の素晴らしい人柄とかってあの人々の性格の良さとかって、うん、そこに金にがめつさがないからあるとも思うからさうんそうだねだからでもやっぱり頭を使っていくしかないうん でもこうちなんちゅうとしてこうやっていきたいとかこういうのを変えていきたいみたいな人たちが集まってなんかこうムーブメントを起こすっていうのとかもやってみたいなやってみたいねー <laughs> 私その人たちのお話も聞きたいなあなじ<ー>ゃ <laughs> <laughs> どの分野でもいいけどあの外出て活躍してる人とか、うん、県内で活動してる人とかうん 直接的に何か社会に影響をもたらすのは無理だ、うん、無理だからみんなでこうやって顔合わせていろいろ話して悩んでからに、うん、飲みに行って遊んでからに、うん、いっぱい寝るしかないそうだねだから一生懸命生きるしかない、うん、と思う 一生懸命ハッピーに行きます、うん、一生懸命ハッピーに行けるしも,うもしハッピーじゃない日が来たとしても生きようと思えるのは一応最低限のうん。友達死んじゃったもんねあネタバレになるけど友達が <laughs> 死んじゃって死んだだそれも。 映画の中ではさあの子友達のキャラクターってそこまで細かく描かれてなかったんだけど、うん、だなんであの子があの場,あの場面で死ぬ、うん、って思うけど、うん、なんかその,その人のストーリーもあったんだなって思った。うんだしこの自分で死んでしまう人ってこうその 生活のあれに追い詰められて、うん、もう脳みそを停止して死ぬ人もいるし、うん、家族に責任取りたくて死ぬ人もいるけど、うん、大概その道を選ぶ人のもう思考回路ってもう完璧になんかもう空っぽになってると思うわけよ。てがもうどうでもいい、うん、だから何ってなったんだけど。<laughs> だからそこまで人を追い込んではいけない、うん、みんな、うん、でも分からんよどうすることもできないよみんなで仲いい友達がそうなったこともあるし、うん、なんか昨日ああ言ってたら1週間前に会ってなんか励ましてたら何かが変わってたかもってめっちゃ思ったけど、うん、やっぱ変わらんかったと思うから、うん、結果だけ見るとね、うん、なんかもうものすごい何十年も蓄積されたその人の。 悩み、うん、があったんだなーって思うから、うん、こうやっぱ生かされてる人はたらればを考えがちだけど、うん、なんかどうしてればよかったとか、うん、でも結局今いけるしかないそうだね自分がいけるしかないはいいきます生きるしかない生きてできる限りのことするしかないそうだね 生きて稼いで自分のとりあえず自分とりあえず自分を何ヘルシーにして周りの子供たちを提携するしかない、うん、本当にそう思いますあとは彼らはこういう情報とかをまず見ることができて気づきがあって誰かとシェアできて形に起こせる。 っていう、今流れがあるからすでにそれがめっちゃありがたいなと思った確かにそうだこんな状況の人ってあんまりいないはずだから私は私に感謝していますそうだね茜を作り上げた皆様に、ね、そうってめっちゃ思ってるしなんかあの目がキラキラしてるってよく言われるわけさあしてるよでもそれは自分ではわからないけどうん、うん 周りを見たらあそうなんだって気づきもあるしでもそれに対して自分が自分に感謝できるしか一緒にいれる人に対しても希望が見出せるしなんかでもそれって自分次第っていうのもあるから自分がどう,いうハイエナジーを持っているかとかうん、うん、どう関わるかどう関わっていくか、うん、どんな情報をインプットしてみて聞いて、うん、アウトプットして。 どういういい人と環境に関わるかみたいな,なん,かどん底にいても、うん、這い上がるのは難しいけどこう光に向かっていくモチベーションっていうのをどうにか持ってほしい、うん、みんなそしたら絶対もっといい方向に行けるまあそうあかねが言うとあんまり説得力ないかもしれんけどあるあるよ なんか茜だって辛いこともあるし嫌なこともあるけどもう耳,耳も聞きも入れもしないしうん、うん、自分の中で良くなりたいっていうモチベーションがなんかあるから、うん、世界はまだ明るいと思ってるから根本の希望そうそうそうで情報を取り入れすぎたらちょっと落ち込むこともあるけどうん でもそれはもうそのフェーズで終わって次に行くみたいな。うん、でそういうことをしてたらそういう人に出会ってくるし、うん、なんか縁もあるし、うん、運もあるしなんかもう歌作れそうだね。<laughs> <laughs> 縁もあるし運もあるし、うんうん。でもだからそのめっちゃ最低限の希望があったらさ死なないから、うん、死なないっていうか自分で死のうとは思わないからさ、うん、そこに。 までたどり着く人を一人でも減らしていくように、うん、こう普通なんか我々みたいな人は何が最適解かわからないけどいろいろやるしかないしあかねが言ったらさっき頼れないって言ったけど絶対みんな一人じゃないから、うん、そう思ってほしいな。うん この映画見て落ち込んだから今自分を励まして <laughs> <laughs> でもこうなんていうのただの落ち込みではなくて、うん、こうアカネはじゃあ何ができるかって昨日一晩中考えたわけだから、うん、ある意味考えることは希望がある人しか考えないので、うん、希望に満ち溢れてるのでは、うん、それに圧倒されて疲れてるだけだよ。そうだねこの映画をいろんな人に見てほしいと思いました。 見て欲しいと思った、うん、この映画も是非見てほしいと思ったし、うん、本だったらさ、うん、あの何だったっけな「上間洋子さんかな」うん「裸足で逃げる」っていう本があるんだけどあ<ー>とてもあの似たような境遇の子たちの取材があるから現実を目の当たりにするっていうか勉強するにはいいと思う、うん、ちょっとリンクは載せておきますけど。はい はい。じゃあ、この映画を作っていただきありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい、会えるのを楽しみにしています。はい、楽しみにしております。<laughs> バ,イバイバイ。